壁の向こうには海があると、アルミンが言った。海の向こうには、俺は何があると思ってたんだろう。調査兵団は鎧の巨人ライナー・ブラウンと超大型巨人ベルトルト・フーバーからエレン・イェーガーの奪還を果たした。だがその犠牲はあまりにも大きかった。作戦を遂行した調査兵団は壁内へと帰還すべく馬を走らせる。絶対にエレンを連れて帰らなきゃ。やっと壁が見えてきたってのに、ここら辺にはまだ巨人が残っていたんだ。立体軌道で木々の合間を移動しよう。そうすれば巨人にも見つかりづらいはずだ。団長は負傷していて指揮が取れない。今は極力巨人との戦闘は避けるべきだ。そのためにも木々の合間を抜けて立体軌道で迂回した方がいいと思う。ガスを立てた。エレンはライナーたちから奪還できた。あとは壁にさえ戻ることができれば。だけどなぜ巨人たちは僕たちを無視して鎧の巨人に向かったんだろう。まさかエレンがやったのか。104機は悪運が強いんだ。きっと壁までたどり着けるよな。悪運に頼ってる場合じゃねえだろ。生きて帰りたきゃ気を抜くなよ。巨人だ！助けてくれ！こっちにも巨人がいるぞ。手ごわい相手だけど、ここは僕が何とかしなくちゃ。よろしく。お前だけを行かせるわけねえだろ。頼んだよ。やった。残りも片付けてやる。やった。じゃん、お前怪我してんだろ。戦闘は俺たちに任せて下がってろよ。お前らなんかに任せてられるかっての。よし、残りは1体だ。やったぞ。やっとだ、アルミ。急いで壁を目指そうぜ。仲間からの救援要請だ。よっ、やるぞ。助けてください。
勝つんだ。助かった、ありがとうございました。やったぞ。今回の作戦で熟練兵士の大半を失った。団長も重傷だし、これからどうなるんだ。ヤンクルー盾だ。僕だって戦えるんだ。やるじゃねえか。負けるもん。ミールはどうして。自分たちのために生きようって言ったのに。ユミリの考えは分かりませんけど、今はとにかく帰ることに集中しましょう。どうした。壁まであと一歩というところで巨人に会うなんて。戦うんだ。僕たちなら大丈夫。落ち着いて倒そう。いきなりうなじを狙ってもダメそうだ。化身を踏んで攻略した方がいいぞ。よし。やった。やった。これでウォールローズまで撤退できそうだ。ライナーたちの目的はまだよくわからないけど、いずれまた戦うことになるのかな。死闘の末、ライナーたちからエレンの奪還を果たした調査兵団は、多くの兵士を失いながらも無事に壁内への帰還を果たした。巨人の正体が人間であること、クリスタの正体がウォール教の秘密を握るレイス家の子女ヒストリアであったこと、そして鎧の巨人と超大型巨人の正体。この戦いを通して様々な情報を得た調査兵団だったが、ウォールマリア奪還のために再び動き出した彼らを巻き込み、壁内の情勢は大きく変化していくことになる。兵士たちの戦いは人類の手に自由を取り戻すその日まで終わらない。そして人類の命運を背負う調査兵団、その一翼を担う104機の兵士たち、彼らの戦いが再び幕を開ける。